8問目。はい。これはもう曲流しちゃってくださいよ。何曲？え？はい。何曲って？もうあのこの配信ご覧になってるアメリカ在住の皆さんもね。玉で？玉で？玉で？まあ今の大統領ですよ。へえ。俺の好きな曲なんで流してるだけだけど。いいね確かに。うん、なんか今もなんか懐かしい感じする。あの玉玉で思い出して。なんか大阪を思い出す。この曲聞いたら。この曲聞いて大阪を思い出すの。お前だお前だけとは言わないけど。いやー誰だろうな。へ？誰かおか。あの頼むよ頼むよ。いやでもね。頼むよ。わかんない今。ちょっとこれはでもワンちゃんにかけるわ。ワンちゃん、あの、うん、ニュースとかでいやほどこれ流れてたしね。もうなんかもう速報速報みたいな。あでも大統領選そのね、うん、この方は申し訳ないけど今ちょっとご存知ないかもしれないんだけど、でも一個前の人が辞めたみたいなニュースはアホほど見たよ。一個前の人は？おさむ、あおさむじゃないや。イエスの人。もっと前だよ。オバマはもっと前だよ。トランプだよ。トランプさん、トランプさん、トランプさん、トランプさんね。はい、じゃあ行きましょう。オサム大統領の次の大統領、はい、こちらワトソンベーカリー。ワトソンベーカリーどうですか？パン屋開いてる。パン屋で大統領が大統領がパン屋開いてる。違うんです、これ本当にちょっとわからなくてどうしようと思って。でもテストって今中学校の時に先生に言われたんだ、わからなくても埋めてみなさいって。その先生もね今の配信見てたらきっと笑顔で喜んでくださるよ。よかった先生見てる。回答こちら、あんたの教え子はジョー・バイデンがわかりません。ジョー・バイデンって呼んだ、はじめまして、はい、お願いします。煽りすごいね。いや煽りなの。初めましての人にははじめましてって言わないと。いやバイデンもびっくりすると思うよ。すごいいい笑顔でね。そうだね、トランプさんの、うん、次の、うん、あのバトンタッチしたんだね。そうだね、うん、はい覚えてくださいね。これジョーね、ジョーさん、バイデンね、バイデンさんが名字、バイデンジョー、あ、ま、バイデンジョーなんだ。まあまあどっちでもいいけど、はいはいはい、うん、ジョーね、バイデンさんを覚えて。分かった、ジョーよりも、うん、いやどっちでもいい。バイデンって結構ニュースとかでは流れる。あへえ、バイデンさんバイデンさん、うん、バイデンさん、うん、よろしくお願いします、うん、はい、もうわかる、顔見たらわかる、はい、はい、いやまあちょっとね、うん、顔見たらわかる、もう思いもう忘れない、もうわかる、バイデンさん、頼みますよ。